ロナウイルスは危険って言われてますけど、この病気の死亡率は若者だと 0.2% なんで、そんなに深刻な気はしませんよね。 0.2% って感覚的にどれくらい高いのか理解できる人ってあんまりいないと思うので、今回はマインクラフトでコロナウイルスにかかった場合、大体どれくらいの確率で死ぬのかをこのゲームで例えていきたいと思います。それではやっていきましょうか。世界中の統計を集めるワールドメーターというサイトによると、コロナウイルスに感染した時死ぬ確率はおおむね10歳から39歳までなら 0.2%、 40歳から49歳までなら 0.4%、 50歳から59歳までは 1.3%、 60歳から69歳までは 3.6%、 70歳から79歳までは 8%、 80歳以上で 14.8% とされています。でもこの数字だけ見ても、大体どれくらいの確率なのかって全然わかりませんよね。じゃあ、マインクラフトだと、これはどういう確率なのか。まずは、10歳から39歳の 0.2% はどれくらいの確率なのかっていうと、こんな感じです。では次に40歳から49歳までの 0.4% を見ていきましょう。どんどん見ていきましょう。50代から3倍となって 1.3% です。60代は 2.7 倍で 3.6% となります。70代になるといきなり上がって 8% です。
そして最後に80代以降、これはなんと 14.8% になります。つまり感じですね。これでゲーマーなら老若問わずコロナウイルスで死ぬ確率を分かっていただけたかと思います。若いから死なねえよとか、運がいいから大丈夫とか、俺は鍛えてるから問題ないとか言ってる間抜けは、まあ、要はステイホームってことですよ。それでは、また今度。